ライトをつけても道が見えないかも。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は1月の25日にトヨタさんのクラウンから保証期間延長が出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはヘッドライトの反射板。ヘッドライトの光は実はそれ単体だとあまり道をきれいに照らしてくれません。これは光が四方八方に向かって飛んでいくので拡散してしまうからなんですね。これでは夜に運転するときに困るので、普通の車には反射板がついていて、道をきれいに光らせるよう光を集めて照らしているんですね。ところがこの反射板、タクシーなんかの長時間使うことが前提の車のことが想定されておらず、使っているうちに反射板が熱で溶けてしまいます。そうすると夜なんかに道が見えなくなってしまい、事故の原因になるかもしれないので、今回の保証期間延長になっています。改善内容は保証期間を3年または6万キロ以内だったのを2031年1月末日まで距離無制限で保証期間を延長するとのこと。対象車種はトヨタさんのクラウン、事業用ですね。2012年11月から2015年9月までに製造された車が対象となっています。台数は書かれていませんね。今回の解説いかがだったでしょうか。対象の車はほとんどがタクシーです。お客さんを乗せて事故に遭うとシャレになりません。必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は、三菱さんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。